380ヤード。ああ、もうさ、分かった、分かりました。何やパー取ったら帰りましょう。あと3ホール、うん、このバッドチョイスであと残り3ホールもうなんとしてもパーを、パー取れなかったらもうもう続行です。この風ともう寒さもちょっと体調不良までありますから。だから猫さんさ、うん、これさ、うん、2人とも、うん、絶対に曲がらねえボールを切ったねえボールでもいいから。とりあえず待って、考えながらやろう。ちょっと正直今ここまで考えてなかった俺は。俺はもう右のバンカーの方向からフック打ちますよ。この風急遽ね、この大自然との戦いになったからさ。もうゴロでもいいから、うん、大丈夫か。おい、いやこんな感じですよ。どこ行った、あ、手前、うん、あ、まあ、それはそうだよね、ここ距離ないからここチャンスなんだよね。そうそうそう、チャンス。もうこの風マジで寒すぎるって。いやこれは明日からの社会人生活に支障きたす。ただでさえ俺午後仕事なんですよ。とりあえず真ん中置きますよ。はい、おお、あー、めっちゃ流された。いやーこれやばこれ俺昔こうドヤバサでオークビレッジで94叩いた時と同じぐらいの風プラス寒そう、寒いっす、ね、あん時夏っすか。あん時11月だから、まあ、まだいい、まだ全然大丈夫だったんですよ。大寒波って言ってましたからね、ニュースで、うん、今日。まあそう、1月25日、うん、大寒波だから。昨日まで暖かかったんですけどね。あれ猫さん、いや、これでしょ、距離ないから。明らかにフェアウェイだから、こっから打つの。ほぼレディースティックこれ何ヤード残ってんの。レディースティックでチョイス378ヤードっすよ。いやいやいや、ね、378ヤードからさ、いやねえ、いや俺の苦しみが分かった。いや、わかりました。378ヤードのアゲンスト残り200ヤード残ったもん。俺のバンカーかな、もしかするとバンカー方向に行ったっすよ。いや武者修行だわ。あ、バンカー、この場合はやっぱ遠い方がきついよね。まあ遠い方がきつい、上げだし、遠い方がきつい。だこれももう正直寄せは狙うしかないよね。あ、でも言うて187っすよ。187、うん、200ヤードは195ヤードぐらい飛んでる。いや、この風でそんなんでいいの。だから僕190だから4ユーでもう手前からっす。頼むぞ。手前に残ってもいいっす。いい球打った。いや、飛んじゃってんじゃん。飛んでないよ、手前。いいとこ、いいとこ、いいとこに。パーチャンスだね、あれは。だから、あれで猫さんがもう乗っけちゃえばいいですよ、うん、そうだね。結局、だから俺のチョイスできるんで。できます。左からも強いよね。うん、まあまあまあ。ちょ、どこ…ねえ、パー取れないじゃん。あ、バンカー入ったか入ってないかぐらい。手前、手前、相当左出てるじゃないですか。いや、こんな過酷なことある。これね、斜め、8メートルぐらい吹いてるよ。吹いてるね。4メートルぐらい吹いてた、ね、瞬間はもう、とんでもないよね、これ、うん。久々だな、こんな過酷な撮影。マジで。先行く？先行く？え？あ、行っていいっすよ、猫さん。俺行く？うん。何ヤードだと思う？いや、ここちゃんと測りますから、猫さん。ちゃんと測るから。ちょっとね、スライス下りだと思う。30、32。
ピンのちょっと左目。やるときやるときする。おー、いったいったいった。あれいいかもしんない、いいかもしんない、いいかもしんない。あぶねえ、ちょっと待って、見てくる見てくる見てくる。あ、いいいい、ワンクラブ。あとはドヤさんが寄せれば念願のパー。ギリギリだった。これだから2人チップインしないとパーじゃないんでしょ。なんだよマジで。ここはもうボギーでいいよ、絶対無理だ2人チップインなんて。なんだスピンじゃないの。だからスピンっすね。かかるんだよ、すっごい。うん、かかる14。ちょっと俺の打ち方でやっていい。いいっすよ、藤田博之さんの打ち方で。で、俺のチョイスか。もういいんじゃない、ちょっと。え、いいんじゃない、もう。何がいいんすか。やるのこれ。やダブルでしょ。やります、一応。先入れないと話にならないから。ちゃんと読んだ、スライスでしょ。うん。ナイスパット。ボギーなんだもん。パーなら盛り上がるけどさ。結構しっかり打ったもん。うん、それでも切れたもん。うん、切れました切れました。ナイス、ナイスボギー。これ流れ来たんじゃない。流れ来ましたね。こういうことね。こういうことっすよ。あと2ホール、あと2ホールです、はい、あと2ホールでパー取れば。そう、あ、中止。でも最後は激フォローっすよ。あれフォロー、あ、フォロー、あ、あ、上げだ。もう分かんなくなってんじゃん。分かんなくなってんじゃないですか。未だパー取れず、あと2ホールです。これあの、もし取れない場合はですね、続行です。取れるまで、取れるまで帰れませんですね。ワンハンあります、ね、取れなかったら。バットチョイスでパー取れなかったら真ん中。もう寒くて体が温まんないからずっと動かないですね。悪くないね、悪くないでしょ。右からの、あ、オッケーオッケー、あの木の左。マジで、え、ここフォロー。いや、フォロー めっちゃフォローっすよ。チャンス。だから9番がやばいですよ、クソ上げで。いや、ここでもうパー取っちゃう。うん、で、終わりにしよう。帰るんすか、ハーフで。帰りはしないけど。撮影するもう体力がないよ。いきます。ナイス、いいいいいい、よしよし、気合い入れましたね今。気合い入れました。ここはパーを取ってやろうっていう。警報出てるんですか。いや、警報はだから北陸方面警報だって。常磐道だってもうちょっと福島の方通行止めだったじゃないですか、雪で。そうなんだ。うん、そりゃダメだね。何終わる方向で話してるんですか。視聴者が許してくんないですからね。いや、だってもともとこれハーフでしょ、このあれは。あ、ハーフ、元々そうでしょ。そう、元々そうだよね。いや、それを踏まえて午後は猫さんをラウンドレッスンするっていう体ですからね。別日でいいんじゃない。え、別日。そんなに撮影できないでしょって。猫さん、確かにね。これ俺だよ、はい。あれ結構残ってんな。こんなフォローなのに、猫さん。こんなフォローなのに240ヤードしか飛んでないよ、猫さん。そうだよな、これぐらいフォローだったら300飛んでもいいもんな。そうだよね、160。はい、はい、いきますよ。はい、どうぞ。花道行きます。はい、乗せることを最大限に優先します。
乗った乗った。おおおお、長もんだから悪いけど今ミスショットだと思ったでしょ、うん、長もんだから転がしな感じでも低く押さえてね、俺なりにやったんですよ。ちょっとダフったけど、これゼンさん乗せれば、うん、ついに念願の。これで9番で、はい、それ高い球打って乗ってます。おい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 、どこ行きました。右のラフめちゃくちゃポッコンみたいなやつだ。何今の出玉から右行ってたよ。シャンク開いたの、うん、わざとやってるこれ二人とも寄る感じじゃないよな、まあ、そんなことないか。何やろ、41。俺が最も嫌いな距離。うわ、凍ってた凍ってましたね無理やお前って。あ、うまいうまいうまい。おー、あーでも行くか。下ってんの。まあまあある程度っすよ。バッドチョイスだからアプローチってことでしょ。そうっすよ。これ入れりゃいいんすよ。そうっす、入れ入れ。パーアプローチ。逆目。逆です。うわー食らうな。あ、やっぱスピン効くわ。すごい入るでしょ。ああ本当に俺もそんな感じだった。この入りすぎちゃう。おー、ナイス。ちょっとなんかアプローチが良くなった気がする。うん、手元低くってやってたら。いや、手元低くが基本っすからね。ああ、そういうことね。うん、2人とも外したらダボってこと。みんなグリーン前バッチリ。本当だよマジで。いや次のパワーファイブ本当に本気でやって。ダボ角だね。ダボ角。もうこれオッケーだから拾っちゃいますよ。オッケー出るから。ナイス。ダボ。ちょっとここマジでパンファイブマジでパー取りましょう。まあそうっすね、うん、今日何も集中してないですね。あ、2人ともできないよ。ここはもう3打目っすよね。そう、どっちにせよ3打目勝負なんで、うん、絶対 OB はダメですよ。いや、ここ OB ないと大丈夫です。右っちゃう。右っちゃうね。あ、フォローじゃん。あ、フォローだ。あ、よかったね。じゃあこれ猫さんチョイス。イージーイージー。ちょっとじゃあ俺から打ちます。はい、普段のスクランブルは仲悪くなるんだけど、これ仲悪くなるね。これはマジで仲悪くなるよ。逆スクランブルは逆スクランブルマジで仲悪くなるよ。試合だったら悪い方向行こうが人の本性出るじゃないですか。文句言いまくりますよ。よし頑張ろう。まあ、左バンカーでやっていきます。はい、よっしゃ、とりあえずクリア。クリア。ナイスクリア。これプレッシャーかかるね。もう、ほんと左バンカーでいいですよ。左ラフでいいですから。めっちゃプレッシャーかかるわ。うん、先ほど打ってなかった。あ、やばい。あ、大丈夫だ。
バンカーかもしんない。うん、バンカーかもしんない。大丈夫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 、飛んでるし。まあまあまあ、バンカー入ったかと思いきや、そのバンカーの手前50ヤード以上手前にありましたね。フェアウェイね、フェアウェイキャッチね、うん、あ左の方が、うん、左のバンカーの向こうのバンカーの方がいい、うん、左目に置いといた方がピン狙いやすいです。そうですね。完璧だね。乗っちゃわない、大丈夫、ここでいらねえか。300、330ぐらい残ってるんで。じゃあドライバー俺200ってこと？このフォローである、そんな。いや230ぐらいですね多分。このフォローで？うん。オッケー。完璧。これはどっちも取れるな。これはいいね。うん。やっとやっとついに。でもだからこっからなんですよ結局ゴルフって。ね、ここまではある程度。いやさっきもあったんだよ、うん。で俺グリーンキャッチしたの。まあそうっすね。こっからが喧嘩になる原因になるんですよ。そう。逆スクランブルやってると。でもここは喧嘩せずに。いや別に喧嘩してないじゃないですか。ドヤ顔ゴルフチャンネルで俺ばっか映ってたら離脱されちゃうんで。あ、猫さんなんだ。どっち？この場合のバッドチョイスは。猫さんは遠い。遠いね。これが見本見せてあげます。94。94、はい。うわぁ、それでやんの？ねえ、それ、そんな沈んだのでやんの？転がるよな。凍ってるかもしれないから手前から行きますよ。分かった。めっちゃフックするじゃんこれ。おお。落ちたかもしれない。おい。マジで。5パチ。めっちゃ飛んでる今。めっちゃ飛んでるっすね。いやマジで。スリーピンぐらい右打っていきましたけど。フックかけたんでしょ。まあかけたっすけどウェッジなんてそのかかんないですからね。抜けたわ。抜け球がいいのよ。うん。頑張りましょう。止まってんじゃない？案外。案外止まってるかもしれない。猫さんめっちゃ手前っすね。そうだね。30ヤードぐらい残ってる。ちょっとさ、球がティーアップみたいに浮いてたんだよね。あのラフで。まあまあまあ。そういう時ってどうすればいい？そういう時、ティーアップの球を打つ練習するんですよ。ウェッジで。やってないよ。やって。たまにやってたけど。ついにバーディーパット2人で打つっていう場面が。ああ、やっときましたね。うん。どっち曲がるんですか？フック、フック、フック、うん。これ映像でも分かるレベルの段なんじゃない？よし。ああ、結構曲がった。あ、でもまあ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 、まあ、残しましたよ、残しましたよ。相当切れたな。この辺だったよね。うん。あれと同じぐらいか。あ、あ、ちょ、何やってんの？ねえ、何やってんの？2番目に打った方が遠いってどういうことですか、それ。猫さん、猫さん、どういうこと？いやいや、2番目に打った俺のね、1個前の俺のがチョイスできてればこんなことになってないんですよ。ね、まあ、ラインは見えてる。フック？でも、ここがフックで飛ぶないよね。そんなにフックしないですよ、うん。でもまあ、カップ右側。うわ、めっちゃスラッシュした。めっちゃスラッシュしたっす。スラッシュしたっすよじゃないよ。いや、スラこれスラの傾斜じゃないもん。
疲れでした。後半は普通にラウンドした方がいいな。何すんの？え？帰るんすか？そこが甘くなったよね、猫さん。もうどんな状況下でも前昔はラウンドしてたもんな。甘くなってないわ。いや、猫さん年取ったなって、もう出会った3年前はさ、もうゴルフに飢えてましたよ。ゴルフに飢えてましたよ、猫さん。最近ちょっと嫌なゴルフが続きすぎてるんですよ。90の後は51っすよ。後半で、後半は2人で普通に回ったら、うん、そんなに大変じゃないから、撮影はあれですよ。え、帰るっていうのはないですけどね、さすがに。帰るはないですけど、撮影するかどうかはちょっとね、まあまあ、手がマジでかじかんでしょうがない。手がかじかんです。